110年を超える歴史を持つ上越市のミニシアター高田世界館。今日はある映画を見ようと多くの人が押し寄せていました。戦争が始まっていることもあって、なんか昔んでいられないなと思ってひまわりはウクライナの国家だという話を昨日一昨日か見て、よし今度はあの時分からなかった意味が分かるかもしれないと、ね、それで来たんです。目当ては1970年に公開されたイタリア映画ひまわりです。第二次世界大戦によって離れ離れになってしまう夫婦の運命を描いたこの作品。主人公の女性がソ連に出兵したまま行方不明となった夫を探し、一面のひまわり畑を歩くシーンがハイライトとなっていますが、実はこのひまわり畑、ウクライナが撮影地となっているのです。少しでもですね、ウクライナに声を心をですね、寄せていただく機会になればと思いまして、企画させていただきました。印象的なひまわり畑のシーン。Erano soldati italiani, i civili russi prigionieri. I tedeschi li facevano scavare le fosse per seppellirli. ひまわりの下には兵士だけではなく子供など戦争によって命を落とした人たちが眠っている。訪れた客は固唾を飲んで作中の夫婦の運命を見守っていました。感動でした。若い時二度ほど見てますけど、毎日のニュースがね、切なすぎますのでね、本当にもうとにかくね、どこの国でも戦争はやってもらいたくないね。我が身を思えば争いはできないと思いますけどね。映画を通して考える戦争。高田世界館は来月15日までひまわりを上映し、館内にはウクライナ難民支援のための募金箱も設置されています。